どうもヒゲロンゲヒロでございます。皆さんお元気ですか？はい、私はもちろんね元気です。はい、ということで今回は長崎グルメ紹介と、長崎の古着屋さんの紹介いきましょう。はい、こちら、スタミナ本舗カヤバーガーですね。こちら佐世保バーガーってことで、本日食べに来ました。はい、ほんとね、おしゃれな外観とね、ちょっとアメリカンなお店で非常にかっこいいお店でした。はい、お値段ね安いんですよ。やっぱりね本場ということで安いで、今回はねこちら地元ね佐世保の方々がここが一番ということで、こちら紹介してもらいました。やはりね一番ということもあって、かなりのねお客さんが来てましたね。お店のね周り周辺はねもう人だらけ。やっぱり人気店ってことが分かりますね。はい、じゃあ早速食べていってみましょうか。はい、では行きましょう。実食。ここ九州佐世保本場カヤバーガーということで開けていきましょうか。うわー、中はこんな感じ、ぎっしり具材が、これはやばい。いただきます。これでかすぎやろ。美味しい。めっちゃうまい。最高。こちらサイドメニューのポテト。でかっ。うまい。超うまい。いやー、佐世保バーガー美味しかったです。ごちそうさまでした。では古着屋さんの方行きましょう。はい、で今回紹介するお店こちらです。古着屋ルーシーさん。はい、ネットで調べて行きましたよ。では店内の方行ってみましょう。こちらね看板、もうこういうところがねもうかっこいいですよね。で店内はねもうすっごい品揃え。はい、もうお店の中がねもうこんな感じ、もうパンパン。やっぱりね佐世保にはね米軍基地がありますので、やっぱりねアメリカ人が多いのかな。アイテム的にはねやっぱりねアメリカンなアイテムが非常に多いですね。僕ねアメカジが好きなんでね、もうアメカジ好きにはたまんないですよね。でね、いいシャツ見つけたんですよ。見てください、こちら、このインディアンモチーフのね T シャツ、一目惚れですよ。はい、これは嬉しかったです。いいもの買いましたということでね。お店のねご主人もね本当にね気さくな方で、とてもね楽しかったです。はい、本当にありがとうございました。本当にでね、もう一点ねいいの見つけたんですよ。はい、僕デニム好きなんでね、こちらリーバイス、最高ですよねこの色落ちで。501 XX でね、 Made in USA です。お値段もね5900円ってことでね、はい、非常に安い。はい、でウエスト38なんでね、太ってるのバレました。はい、はい、でこちらルーシーさんでした。はい、いい買い物できました、本当にありがとうございました。はい、ね、いやマスター本当にいい人でしたね。ありがとうございます、本当に。じゃあ今回はね以上となります。はい、本当にねいいところでしたね。ヒゲロンゲ長崎佐世保ブラブラ編でした。ご視聴ありがとうございます。いきますよ。 Thank you!